皆さん、こんにちは。石上千空役の小林祐介です。はい、皆さん、こんにちは。朝霧玄役の川西健吾です。 今回は10月12日よりいよいよ放送配信開始となるドクターストーン第3期ツークール目に向けてワンクール目の最終話を改めて僕と川西くんと一緒に振り返ろうというオーディオコメンタリー企画となっておりますはい、えー、大米付きの放送って初めてということで放送は初めてですいやーなかなかね今までなかった経験ですけれどもそうね、ドクターストーンのオーディオコメンタリー自体、うん、そんな多くも ないし、なんだったら二人でやんの初めてよ。うん、確かにそう。そう。今までね、あのラジオだなんだいろんな企画やってまいりましたけれども、うんうん、大米は初めてということで。あ、そっか。あ、けんご自体が初めてか。うん。あの他の作品ではあるけど、うん、あの大米をこのドクターストーンでやるっていうのは初めてかなっていう、ね、そっかそっか。よろしくお願いします。お願いします。なんか前にやった時はスタッフさんも一緒にいて、うんうん、なんか五人ぐらいでやったのよ。へー。 そう今回はななんで2人だよな <laughs> <laughs> まあまあいろいろねそこは諸事情あるのかもしれないですけれども、ね、まあだしねもうメインメンバーほとんど赤化しちゃってからなあまあ確かにそうですよ いや原作を知らなかった人たちはまさかまさかここでね「うん、石化」という現象が改めて起こるとは思ってなかったと思いますけどいやねやっぱり「石化」っていうこれ作品にとってはすごくキーワードとなる、うんえー、現象ですけれどもそれが何でしょうね、うん、まあ人為的に起こされたっていうところがね、はい、なかなかキーとなりますけれども、うん、果たして石化させてる相手は誰なのか、うんうん、ホワイマンかもしれないっていうふうに言ってましたけど、うん、まあそこら辺の正体がどうなのかっていうのもね「ねツークールメ楽しみにしていてほしいんですが。はい いやーいよいよツークール目が始まるわけだけど、うんま、アフレコ自体は結構前に終わってんだよね。そうアフレコ自体はねもうこの今回のシーズンっていうのは全部終わってまして、うんえー、これから先どうなるのかって我々は、ね、ドキドキしながら待ってるわけですけれども、うん、まあきっとやるでしょ <laughs> 知らんけど <laughs> それはやりたいよ。うん、まだしもも原作がが終わっってててるからゴールが見えてるかかかかららゴーール見えさな、うん、なんんこっちのモチベーションとし ね、やりたいっていう思いが余計強いからうん、うん、あそうですよ原作ってちなみにえっとね今ね、うん、結構お尻の方までは読んでるそっかあれこれもう毎回言うんだけどここっていう見せどころが原作マジで多いから、うん、読んでてもここ演じる時はどうしようっていうのを。 だいぶあれこれこ考えちゃう作品だから、ね、うーんあとはその登場人物がね、うん、そ新しい人たちも含めて、うん、これから先どん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 魅力的なね、うん、人たち控えてるから、うん、もしこっから先アニメになるとしたら、うん、この CV 誰なんだろうっていうね, <laughs> ね本当に毎回思う。 結構ね当たるだ当たるんだ <laughs> そうそう結構スタッフさんからもう何も言ってないのに「誰だと思ってました、うん、この人です」みたいなことなんか答え合わせをするようなくだりがあるんだけど <laughs> そうだから今回フランスはもう、うん、一応何人か予想した中の一人に前屋さん入ってたからお<ー>ちょっと嬉しかったりもしたしなるほどね、うん、さあさ<て>今回ワンクール目を振り返ってみて、うん、まあ改めていかがでした そうねやっぱりペルセウス号を作って、うん、でこの大海原に出ていくっていう、うん、やっぱりなんかねその海に出るってなかなか大仕事じゃないですか。そう,ようんで生きて帰ってこれる保証もないし、うん、それをこうね石化全人類をこう助けるためとはいえ決断するっていうのはねなかなか男前やなって思いますね。<laughs> うん、うん なあだって現代でも海に出るってまあね慣れてない人間からしたらすごく怖いし、うん、戦場でね1日2日とかも、うん、まあ未知の世界だからなそういうところにまあ向かなきゃいけない彼らだったけれども流水が出てきてからだいぶ安心感が線空だけでも強かったものの、うん、さらに上乗せされて。うんうん まあご知将と呼ばれる五人が揃ってからはだいぶ安定感が増したかなっていうふうには思うなそうねなんかそう考えるとソナーマン、うん、で船乗り、うん、海にめちゃめちゃ重きを置いてる感じはする、うん、そうなまあ右京に関しては司の、ね、独断というか、うん、っていうのもあって、まあ、それがたまたまソナーマンだったっていうのもあると思うんだけど、うん え、ちなみにどうですか、うん、ワンクール目の弦の活躍は弦の活躍ですかね？弦 <laughs> の活躍はまあ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 、やっぱりまあえっ、ー、と。毎度のことながら新しいものが出てきたらあでも結構ね。ツッコミが多くなった気がする。うん、今回のシーズンすごい。なんかやらこう。色々作ってくれるからさ。うん、それに対してちょいちょい。それどうなってんのみたいな。うん、それ大丈夫なの？みたいな <laughs> パワープレイが増えた気がする。 俺剣豪のこんなツッコミ聞いたことないもん他のや <laughs> 作品でやったことないっしょあんまりないよねうんいや。面白い面白い、ね、そう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 なんか逆シーンがまあ、今回も盛りだくさんだから、うん、まあ都度都度いろいろ試されてる感じもするし、うん、それこそソユーズとかだってやたらとギャグ多かったからさあ<ー>んかシュポ,ポポポポーンとか言ってたしあったねあったね <laughs> <laughs> いや 新しく出てきたアマリリス。うん、まあ、今回はさ、うん、まあ、今回王宮に潜入してるっていうのもあって。うん、琥珀のメイクが僕意外と刺さってることにびっくりしてて。おっと。おっと。千空ちゃん。今なら防一先生とすごくいい話ができる,気がする。防 <laughs> 一先生の第一様子だからね、琥珀は。は <laughs> 確かに。それはあるね。うん、じゃあ、これメイクをして潜入するっていうのはもう防一先生のなんだろうな。 趣味趣向がここに反映されているっていうことじゃないの <laughs> これ <laughs> そこは稲垣先生だとは思うんだけどあ違うのかなでもこういうメイクにしたいみたいなのはねまあボイち先生の意見が大いにあった可能性はある,可能性はあるよねあるあるいやマジで途中から琥珀じゃなく見えてもほらチーク塗ってるしそうねチーク塗るだけでも変わりますね変わりますねちょっとこうなんだろうね頬にこう朱色というかね、うん、そういうのが入るだけでちょっとおってなりますけれども そういえば俺たちのキャラクターも一瞬メイクをさせられてはいはいはいゲなんかはすごく可愛い声出してましたけどあれもやっぱりご本人であ、そうなんですあれは僕がねもう可愛くやっておりますんでねうん。ちょっと今やれるコンディションですかちょっとまだ朝ですからねそうなんです何を隠そう僕たちこれからこのコメンタリーが取った後に上映イベントがありますかありますその直前にやっておりますやっております はいということでね上映イベントでございますよ、うん、上映イベントなんか久しぶりかもあそううんしかもごちそう勢ぞろいっていうことでねいやそれも初めてよ賢、うん、章君初参戦だからねかイベントに、うん、どうなるのかしかも今回は2話2話分先行上映できるということで、ね、ありがたいありがたいさあ槍の舞が始まってますけどはい もうこれ原作で見た時はじゃあどうなるのかとは思ったけれど、うん、珍しく銀狼がかっこよく見える確かにいやっぱりその兄に対してはこうやっぱちょっとねいつもはね下水感じいっぱい出してますけど、うん、やっぱり兄弟っていうところで、うん、そこはちょっと、ね、今せ化してるから自分が頑張らなきゃっていう男気を見せるところはあかっこいいなと思いますけれども。 でも今回肩出しスタイルだからか思ったけど、うん、意外としっかり筋肉というか、うん、あの肩甲骨とか浮き出ててちゃんと戦士なんだなっていうのがうかがえる確かに余分ななんか脂肪だったりとか、うん、変なつき方してないから、うん、ちゃんとしてるんだなとは思った、ね、多少最低限の鍛錬はしていると思われる、うんうん、なんかこう ちゃんとかの方が、うん、あんなにこうゴリラゴリラ言われてるけど <laughs>、うん、女性っっぽい体つきしてるなとは思ったそうね、うん、確かに筋力強いキャラのはずなのだがそうあのね細くてでも意外とね腹筋もちょっと見えてた気がするんだよな息の時見えて。 そうだし <laughs> 俺がちょっと思ったのが、うん、3話か4話ぐらいの時にさ、うん、初めてモーターボートを使って、うん、みんなで海に出る時にさうん、うん、右京を引っ張ってで右京がずっと海原をあああ,あってなんか水上スキーみたいになっててさあれを支える扇空の筋力おかしいなって思った <laughs> 確かにそれで言うと気球の時も <laughs>、うん、頑張ってぶら下がってたけど、うん、自分の体重を支え続けるって結構あれじゃ意外と隠れマッチョなのかな体力がないだけなのかな<ー>みたいなうんうん、うん、瞬間的なねそうそパワーはあるのかもしれないね。そっかそっかあれがアドレナリンが出てそ<う>すごいアドレナリンを使いこなす男千句科学使いもそこまでいくともはや戦士。<laughs> さあ来たもう白夜が出てくるだけで俺はちょっと泣けるいやーねーやっぱこう白夜たち先人たちがねいたおかげで今千空たちはね、うん、こういろんな科学アイテムを手に入れることができたわけですからうんおうお名言出ます <laughs> 石神だけにな,な さあということでこの後は B パートを待ってますのでよろしくお願いします。お願いします。さあ後半戦始まりました。はい,はい。いよいよ宝箱を開けます。うん、これなんかこう星がペン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 みたいな光ってますけれども、うんはい、これ某あのホクトナンちゃんみたいなね。ああスノーメンみ,みたいな、うん。あんな感じで、うん、そう星見えてしまうっていうもう年代バレますけれども。 ああるるそれで言うと俺これの後半に「えこれウールみたいだな」っていう風に思うところがあったの。あのさ世界ってさどんなに怪我を受けてどんなすごい攻撃受けても上の服は破けるけど下は残るっていう謎の現象があるじゃん。一番最後にんかみんなが石化が溶けたシーンがあるんだけど海藻の。その時んかみんな上半身だけ脱げてて「これはオマージュかな?」って勝手に思ったすいません先の話を言っちゃったけどい いやここののも可愛い,い,い今回は琥珀のギャグシーンも目立ちましたね確かにね琥珀が結構あのまあ一人じゃないですけど、うん、ま単独行動が多いっていうところでうん、うん、なんだろう一人で全部あの間を持たせなきゃいけないっていうところもありね<え>いろんな顔芸してますけれども。はあまあ、同じくモノローグとかが多い戦空としては、うん、なんか同志のような気分になる。<laughs> <laughs> えちなみにケンゴはさ、うん、ドクターストーンのキャラクターの中では一押しいるの、うん、えー、ルリルリルリかなー意外とあのおっとりしててさ、うん、あのおしとやかかなと思いきや、うん、やっぱり「琥珀のお姉さん」ってところで、うん、ゴリラなんだなっていう <laughs> あの瞬間見た時にね「お血筋やね」って思ったね。<laughs> ゴリラかどうかは体力はあるっていうね。うん、そんなに怪力なところは俺は見てない気がする、うん、やっぱねあのグイグイ来るところがね。ああ<ー>、そうそうそう。注射られますか？そそられますな<ー>。素晴らしいですね。うん、<laughs> 男性だと誰がこう押しとかある？男性だとそうだな。まあでも俺ゲンかな。あーゲンあー嬉しい。うん。 ま、前にも言ったんだけどオーディションでゲン、うん、俺受けさせてもらってゲンすごい面白そうだな俺だったらどうしようっていうのを結構考えてた時期があったからさそれを、まあ、実際聞いてみると、うん、まあ健吾すげえなどうやったらあんなペラペララ演技できるんですから心ない感じに <laughs>、えー、生きてればできるんじゃないですかね。<laughs> <laughs> そんなことはない。そんなことはないんだけど。人生が出てるわけだ。そうそう、人生が出てるかもしれないね。<laughs> おもろ。うん、え、男性キャラだと？男性キャラね。でもいろいろいるからな。難しいけど、あのあいつ、えー、っとマグマの側近。ああ、マントル。マントル。<laughs> マントル大好き。あもう IE が大好き。ずるいよね。あれずるい。 みんんな口癖がある中であん、e、でほとんど完結するそう何何だろうないろんな「i e があると思うの彼には,はい、はい、すごい焦った時の「i e もあれば、うん、テンション上がった「i e もあって<う>普通に喋らんでもなんか感情が表せるキャラっていいなと思ったねえ美味しいキャラっすよ、うん、さあ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 プラチナプラチナ取れんだねねえ こういう貴金属って、うんね、そこら辺の川にあるんですか昔はあったんじゃないそれこそめちゃめちゃね、うん、こういう砂金が取れたのがね。うんうん いわゆるゴールドラッシュ的な、うん、そういう時代ではあったのかもしれないけど、うん、自分もあの子供の頃にさ、うん、なんかえと砂金取りみたいな遊びしたことあるけど、うん、本当にもうビビたるもんしか取れなかったから、うん、やっぱ全然ないんだと思うよもう掘り尽くしちゃったりとかして。ねど、うん なんか川の石をすごいきれいに洗ってどんな種類があるか、うんうん、その中でも確か「奇跡」っていう石があって、うん、それはめちゃくちゃレアだから見つけたらラッキーですよみたいなこと言われてすごい一生懸命探したけど結局見つからなかった。うん、あの白夜が一体いくつまで生きたかはわからないけど、うん、まあこの老け方からいって10年20年ぐらいは生きた。 ねね、子供たちもだいぶ大人になってるからね、うん、20年間近くずっとこの作業をやってたと思うと。ね<ー>、うん、だってもう年間通してさ大体、うん、この格好でいるじゃんみんな。うん やっぱ寒い時もあるわけで、うん、それでもねそんな,なんか防寒具みたいなのも作れないし、ねうんうん、生身一つでこうやって川の中をさらっていくっていうのはなかなか本当できることじゃないなって思うよ。ねまあでも結局最後はね白夜しか残んなかったし宇宙飛行士もその中で生き続ける精神力っていうのも波大抵のものじゃないね。うんうん いやーいい話ですよやっぱ白夜はうんでもね本当にずっと引っかかってることがあって、うん、まあこの後に、うん、あの実は千空の実の父親じゃないって話が出てくるけどさなんかすごい大きな伏線かなと思ってたの。こここまでにしとこう気になる方は原作を読んでいただいて。ね せやね、でも確かに髪のさグラデーションの付き方とか似てるからうんもう実の親子と思っても不思議ではないのにな。ない。うん、いや老けたね白夜あそっかここの数字ちゃんと計算すれば何年生きたかわかるのかそうかも。じゅじゅじゅ急にはちょっと。 10億なんて電卓でってるかな出るんじゃない一応110100,000万1500万1,000万1億10億あっあっあっ足りない足りない足りない残念秒だからえっと割る60でこれで分割る60時間で割る 365? かな あ違う違う<あ>割るお米で何しとんねん <laughs> 割る365はいあれいや絶対違うあでも30年だ約30年すごいな百や三30年お疲れさまでしたお疲れさまでしたほんと70とかぐらいもっとかな百や三十4 0ぐらいだったのかな当時は秒数ずっと ねえ30年ぐらい数えてるのって無理じゃない、うん、無理なんですよ <laughs> だからそれが一番のファンタジーだと思う <laughs> そう、でも今回というか秒数を数える時は、うん、俺基本的にこう時計を見ながらちゃんと1秒1秒数えて<ー>これがずれたらねなんか言われちゃいそうだからさ「俺ちょっとずれてるぞ小林」みたいな。<laughs> そこはね、ちゃんと <laughs> 文明の力を使って千空ちゃんっぽいですね <laughs> <laughs> 物語の締めとかさ、うん、そういうところには弦のセリフが入ってくるよねああ、確かにうんなんか、しんみりするところは大体たいで、うん、で、これから物語が 急展開していくぞみたいな時はもう、うん、あのー「千口さのソソルス」いが,のそそいが他の人もちょっと担当してほしいな <laughs> これ喋れないって絶対これ加えてるからあのやったんですよ加えてそしたら <laughs> うんそうなんだけどまあいいセリフだから無視していいって言われた覚えがある <laughs> ファンタジー <laughs> アニメっていうすごいねファンタジーですね そうなのだからあれか司との決戦の時も、うん、なんかずっと試験官みたいに加えて喋ってたんだけどはい、はい、あったあったあった <laughs> そうでもそれだとね、うん、<laughs> ちょっと緊迫感薄れるからっていうので難しいな難しいやっぱアニメと漫画ではね少し相違が出るもの、うん、確かによくないねえいやいばらもだ本当に。 <laughs> ちょっとねあのー、原的にはね、うん、親近感湧いてるんですよ <laughs> ちょこういう喋り方する人ちょっとなんかおーいいじゃんみたいな風になっちゃうんですけれどもそう負けてたまるかと青山さんに、うん、青山さんはねそのなんだろうなめちゃめちゃかっこいい役もやられるしうん、うん、こういう本当になんだろうな3枚目というかおちゃらけた役もやるしす、うん、晴らしい声優さんですよ。うん、ねえ。 いやも現場にいる時もさ、うん、誰よりも元気元気声大きいそうもうちょっとしたディレクションに対しても「はい分かりましたはい」みたいな,な <laughs> そんなに出さなくてもいいのに <laughs> あとは本当にねなんかあのセリフとセリフの合間のこのちょっと考えてるうーんあのねんねん」みたいなのも <laughs> そう入れてくるんだよねうそう素晴らしいわと思う か後半になっていけばなっていくほどなんか絶対こんなに尺いらないよなっていうような尺取ってる気がすんのよ。芝を <laughs> <laughs> 聞いいててこんぐらいあっても大丈夫かななみたいそういう風にされたのかなそこら辺の演出さんのお話も聞いてみたいな。聞きたい。とか、うん。特に茨は声を聞いてすごいイマジネーションというかそういうものが広がったキャラの一人だと思うし。うん いや,やっぱりこう原作読んでるとその絵の力とえお話で引き込まれるけどこうアニメーションになるとやっぱアニメーションの良さも出るなと思っったやぱお芝居がそこにつくことによってなんか世界観がまた一段と膨らむというか、うんうん、あこういうキャラだったんだなみたいなのをかき立てられるというかねやっぱアニメーションはすごいですよ。 ねえそういう年数とか時間の経過とかあこここここ上半身だけ向ける、うん、あとフランソワはしっかり隠れてる <laughs>、ね、いつか語ってもらいたいねフランソワは先生の中でもきっとあるんだろうねどっちっていうのは、うん、聞いてみたいですね、うん、そんな秘密ももしかしたら徐々に明かされていくのかはい 楽しみにしていてください。はいはい。さあということでエンディングになりましたので、じゃあこれはツークル目に向けてのコメンタリーでしたから、はい、ぜひあのツークル目に向けての意気込みというか何か一言いただければと思います。じゃあ健吾さの方からお願いします。はい。 ここまでお聞きいただき誠にありがとうございました、えー、収録は終わってますけれどもあの本当にこの後もめちゃめちゃ手に汗握る展開が待ち受けておりますのでぜひ、えー、我々と一緒に最後まで見届けていただけると嬉しいです本日はありがとうございましたでは,はゆうすけお願いしますはい改めましてコメンタリーをお聞きいただいてそしてツークール目をね楽しみに待っていてくださって本当にありがとうございますまあドクターストーンの収録は本当に毎回 心躍るというか掛け合いができることによって、ね、今回徐々に、ね、人数も増やしていける収録だったからこそ、うん、みんなとの掛け合いがすごく濃くできたから本当に素敵なものになっていいると思います、うん、敵も魅力的だしそして味方もねどん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 魅力が増していくその人間ドラマしかり、ね、ドローンを作るというまた現代でもまだまだハードルが高そうなものを、まあ、彼らがどういうふうにクラフトしていくのか科学の面もあの存分に注目して楽しんで見ていたいと思います。 いただけたら嬉しいです。まあ、あとはね。あのー、まあ、ホワイマンうん,うんまあ、そこら辺のまあ、真実にもどんどん近づいていくミステリーが紐解かれていくっていうところも、ぜひ楽しみにしていてほしいです。はい、ということで、引き続きドクターストーンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。